フサイチペガサスはアメリカ産の競争場。現在は種ボバである。1998年アメリカケンタッキー州で行われたキーンランドジュライセールで関口フサオが400万ドルで購入。400万ドルは同じ世代では世界一の高額取引であった。アメリカの調教師ニール・ドライスデールの下で1999年12月11日、 ハリウッドパーク競馬場で行われたメイドンでデ,デビュー。ビクター・エスピノーザ機場で2着に敗れる。翌2000年1月2日にサンター・ニタ競馬場で行われたメイドンで初勝利。これを皮切りにアローワンス、g にサンフェルペステイクスと連勝し、ケンタッキーダービーの前哨戦、アメリカ西海岸、アケダクト競馬場のウッドメモリアルステイクスでも快勝。 5月6日にチャーチルダウンズ競馬場で行われたケンタッキーダービーでは一番人気に支持され2分1秒12のタイムで優勝した。一番人気馬の勝利は1979年のスペクタキュラービット以来実に21年ぶりであり、また馬主の関口不さんはアジア人で初めてのケンタッキーダービー優勝馬オーナーとなった。続いてアメリカ三冠の2冠目。 プリークネスステークスに出走、断然の一番人気に押されるもレッドブリッドの二着に敗れる。この後は三冠最終戦、ベルモントステークスに向けて調整されたが、入球していたベルモントパーク競馬場の馬房内で右前足をぶつけてひめを痛めるアクシデントを起こしたことから出走が見送られた。6月末には、同馬の引退後の種馬としての権利が、 アイルランドの一大牧場クールモアスタットに世界史上最高額となる6000万から7000万ドルで売却されたことが発表された。その後は9月23日の G2 ジェロームハンデキャップで復帰しこれを制したが、自走に予定したジョッキークラブゴールドカップを調教中の故障のため、回避、ブリーダーズカップクラシックでは体調不良もあってか絆ウの6着と敗北。 場所の関口はこの後ジャパンカップへの出走に意欲を見せたものの、馬の体調が伴わず断念、引退となった。引退後は、クールモアがケンタッキー州に所有するアッシュフォードスタッドで、強要され、シャトルシュボバとして、オーストラリアでも種付けを行っている。2004年にンクがデビュー。初年度ンクから2005年のブルーグラスステークス、優勝馬バンディに、 同年のハスケル賞対ハンデキャップ、優勝馬ローマンルーラーを輩出している。ローマンルーラーは、タネボバとして2011年のベルモントステークスを優勝したルーラーオンアイスを出し、孫の代でクラシックホースが誕生した。また関口ふさおは2004年2月にフロリダ州カルダーで行われた2歳セールで、父ふさいペガサス、母ヒドゥンストームの大馬を450万ドルで購入。 同馬は、不再地侍と命名され、アメリカでデビューを果たしたものの、一生するに止まった。産区は日本にも輸入されており、傾向としては、父と同じく、ダートを得意とする馬が多い。2006年4月23日に、京都競馬場で行われたアンタレスステークスを、フィフティーワナーが勝利し、日本国内における産区の初重賞制覇を果たした。 ケンタッキーダービーで実況したアメリカ人アナウンサーが、フサイチペガサスの風が発音しづらいため、実況前に正しいフサイチの発音法なる研修が急遽行われたが、本番でもうまく発音できず、フサイチとやむなく実況している。ありがとうございます。